この収録の直前まで、あの実はですね、はい、あの神奈川県入ってましてね、はい、で今日はあの小坂さんの応援ということで、はい、最初にあの鎌倉で鎌倉駅前でやってですね、もう結構集まってくれて、その後ですね、平塚駅前、平塚といえばあの人ですね、はい、あの人です、はい、あの人のあの牙城でですね、しっかりと再エネ利権とですね、それからあのまああの人といえば、はい、あの秋元雅俊さんの、はいはい、馬ロンダリング事件、うん、まあ、東京地検特捜部に逮捕されたわけですけどね、まあ、これなんかをちょっと振り返りながらですね、駅前で、皆さんこれでいいのでしょうかという話をして、まあ、次はウイルの収録ということで飛んで帰ってきたと、まあ、そんな感じでございます。いやいやいや、ありがとうございます。ありがとうございます。今を縫っていただいて。いやいや、どうですかね、その日本保守党の、うん、まあそういうね、応援演説をされてるわけですけども、はい、この実際こう映像で見るのと平井さんからこう見たこの支持者の熱といいますか、その感覚っていうのはやっぱ平井さんしかわからないものもあるかと思うんで、はい、そうですね、やっぱりですね、はい、東京は私名古屋は行ってないんだけども、東京大阪の熱はすごかったですね、やっぱですね、まあ、東京はもう有本さん、梅原さん、そして富田さんと、はい、まあ、三本柱がね、もう凱旋館乗って、ブルーサンダーで行ってこう話すもんですけど、もう私はもう裏方に徹して、まあ、ビラ配りとかね、そういうことやってるんですけど、まあ、とにかくこの3人のね、このスピーチの迫力、まあ、有本さんはあんな感じでバーッと喋るし、また、富田さんはあの LGBT の問題でね、その独自の立ち位置からこう、今のこの LGBT の問題点っていうのをきちっとお話しされるし、また梅原さんはね、さすが元仙台市長という貫禄でですね、しっかり話をされると、まあ、そんな感じでもうみんながこう、銀座4丁目とかね、それからまあ新宿、西口、東口、まあそれから、まあ地方でもやってるんですけどね、地方ってあの例えば亀有とかね、こういうとこでももうどんどん人が集まってくるという感じですし、私圧巻だったのは関西に行ってですね、雨の中ですね、阪急の西宮北口駅、ここがですね、もうとにかくあの地上の1階、それから2階に渡り廊下があるんですけど、渡り廊下にブワー人が、からまあさらにその他のビルからですね、もうとにかくあの三方から取り囲まれて、後ろにもいますから、うわーっとですね、ものすごい視線と熱気を感じました。あの時って百田さん、あと島田洋一さん、で平井さん、あと関平さん、そう、関平さんと、そう、この4人で集まって、豪華メンバーですよね。でね、みんなね、まあすごく印象にあったのは、まずあの百田さんのね、気迫、もうね、なんて言うんでしょう、普段あのカメラの前で冗談言ってる百田さんじゃないわけですよ、本当にこの気迫あふれるスピーチをされて、もうこれは私感動しましたね、そして、まあ、島田先生、また島田先生独自のこれバーッといくでしょ、から関清さんがあの中国はってやってくれるじゃないですか、で最後も私がね、今のこの日本企業身売り政策の問題点を話したんですけど、まあ、とにかく人、もうどんどん人が増えてですね、もう増えてる人がもう身代ぎしないでずーっと聞いてるんですよ。これはね、すごい、もうエネルギーもらいますね、我々が逆に。そんな感じ。で東京と、まあ、関西っていうのはね、非常にこう熱、勢いがあると。よくあるんですが、今回、日本保守党が立っているのが、北海道、あと東海もね、まあ、河村さんのね、河村さんの膝元なんで、これもまあ、これはもう、結構盤石だと思うんですよ、はい。南関東、北関東、北海道、はい。ここがどうなんだろうというね。そうですね。はい、でね、やはりあの、北海道から言うとですね、小野寺さんがまあ立ったわけですけど、ね。我々の同志です。我々の同志です。で、あの、はい、もうね、あの、山根さんと、小野寺さんと私で、去年かな、北海道もあったじゃないですか、ね、本当にもう回りましたね。回りましたね。至るところを回りましたね。ね、はい。で、もうあの同志がですね、立ち上がったと。もう僕もあの、直前にね、発表の直前に聞かされて、小野寺さんやんのって話なんで、で、もう行くわと、いうことを決めてですね、まあ、仲間ですから、はいはい、それでじゃあこれで行くぞっつって、行ってきたんですね。そして、私が申し上げたのは、今ね、まあ、山根さんも見て来られたように、いろいろなこのメガソーラー、
それから風車、こういったものがあちこちに立ってるわけですけども、それで健康を害したりメガソーラーで環境が破壊されて被害を受けてるのは道民なんですよ、直接のね。ところがそこで上がるフィットとかね、こういうので上がるお金は全部東京とか海外の会社の懐に入ってるよと。そしてさらに道民もそうだけど全国民が再エネ賦課金というですね、再エネ発電業者に対する贈与させられてるよと。で、道民の皆さんこれどう思うんだって話をしましてね、これはねもうものすごいあそこって人が集まらないとこなんだけど、結構人が来てくれて、聞いてくれて、そして私訴えたのは、このね、道民のこのやるせない気持ち、なんでもう自分たち環境だけ破壊されて、おいしいとかみんな、内地の人間とか海外が持ってってる。こういうものに対して異議を唱えてくれた政治家がいたのかと。いないよと。で、このために、この声を上げてくれるのは、小野寺まさるさん以外いないじゃないですかっていう話をしたんですね。で、これは本当に道民の人に知ってほしいことだし、今、北海道の情勢を見ると、やっぱり立憲民主が一番リードしていて、自民が追っかける形になってるんですけど、これでいいのかっていうことをね、道民の人は、じゃあ、今まで立憲民主とか自民の人間が、再エネのメガソーラーとか風車の問題に対して立ち上がってくれたのかということをもう一度振り返って、この2枚目の投票用紙にね、どこに書くかと。いうことをですね、きっちり決めてほしいなと思ってますね。小野寺さんは、それこそ、このね、中川翔一さんの薫陶をね、受けたというのも大きいですよね。そうですね。保守のね、心を。でね、凱旋者の中にね、はい、中川さんの写真が飾ったんですよ。やっぱね、これ、じんときますね。今、その、安倍さん的なもの、はい、中川さん的なものがね、自民党から失われているんじゃという、疑われているんじゃないかという中でね、小野寺さんで、ね、非常にこう、私も同志としてね、頑張っていただきたいと思うんですよ。そうですね。ぜひ、小野寺さん、ね、小野寺、まさるって書いちゃ、向こう用になるんで、小野寺さんを支持する人は2枚目に、日本保守党と書かないといけないということですね。これ、産経の、今日の記事なんですけどもね、日本保守党が政党要件を満たす可能性と。で、これ、産経以外も、これね、報じているところで、で、政党要件、ということは、所属国会議員5人以上ですよ。5人以上ですね。その可能性というのはね、これ、画期的なことだと思ってまして、5人以上、5人って言ったときに、メディアが想定しているのが、おそらく河村さんの小選挙区で1人、で、おそらく東京ブロック、近畿ブロック、で、東海ブロック、で、もう2つ、もう1議席が、その南関東、その神奈川を含めた辺り、だから小坂さんがね、戦われているところですよね。そうですね。で、実はですね、これ、朝日の情勢調査を読んでると、今ですね、最後の1議席をめぐって、日本保守党が共産党、それとあと、参政党と争ってるって書いてあるわけですよ。ということは、まだね、小坂さんが安全圏にいるというわけじゃなくて、最後の椅子をめぐって、熾烈な争いをしているところなんです。私はね、参政党から出てる方はよく知りませんし、あと、あれですね、共産党は多分 C さんですよね、出てるのは。と、争ってるわけですけれども、このレースの中でね、私はこのウィルを見てる人たちにお話をしたいのは、小坂英二さんっていう人は、荒川区議として、ずっとですね、外国人の生活保護受給問題とか、国民保険不払い問題とか、そういったことを区議の立場からずっと丹念に、追っかけてこられた方。で、私はですね、この、日本国の国益というね、観点から話をすると、彼が国政に行くとですね、外国人のこの生活保護の受給の実態とか、こういったとこを一番鋭く切り込める人だと思ってるんですね。で、そこが一番大事であって、実は
もう10年前になりますけど、2014年に最高裁判所は、在日外国人に、生活保護の受給のね、資格があるかどうかを争った裁判で、法律に書いてある通りで、在日外国人には生活保護のその受給要件はないんだと、受給資格はないんだと、判決を出してるわけですよ。ところが、今の実態を言うと、昭和29年だったかな、ちょっとうろ覚えですけど、当時の厚生省の、一課長の通達というのが生きていて、最高裁判所の判決を無視した形で、実態的には払われてると。で、その額がいくらなのかっていうことなんですけど、野田内閣の時にね、片山さつきさん自民党が質問をして、野田さんはその時には1200億円ですという話をされてるんですけど、あれからもう安倍さんの長期政権があり、菅政権、岸田政権、今石破政権ってなってるわけですけど、かなりね、外国人の数も増え、また生活保護を受けてる人も増えてると言われてる中で、実態は全く我々国民は分からないんですよね。で、既存の政党は誰一人これ質問してないわけです。で、そこを切り込めるのは、やはり小坂さんを置いて他にないと思ってて、それはもう何々党というよりも、そういう人が小坂さんしかいないわけですよ。熟知してる人が。それで変な答弁をしてきたら、これはおかしいんじゃないかって切り返せるのも小坂さんがナンバーワンなわけですよね。で、こういう人に私は、国会に行っていただいて、そして切り込んでいただいて、じゃあ一体今、いくら払われてんのか、どこの国に何人払われてんのか、で、それはもちろん我々の税金由来のお金なわけでして、私個人の感想を言うならね、我々日本人は一生懸命働いて税金を納めてます。だけど、その税金は外国人を食べさせるために納めてるわけじゃないわけですよね、これはね。で、最高裁判所が一つの判断を示していて、ただいろいろな既得権益とか、いろいろな利権とかが絡んで、ブラックボックスになってるものに、いよいよね、メスを入れる時が来たんじゃないかと。そこのもう切り込み隊長には、僕は小坂さんしかいないと思ってて、そういう意味では、小坂さんがね、国政に行ってほしいなと思ってます。そのクルド人のね、埼玉の問題とかも同じことが言えるかもしれませんが、本来であれば、そう、国会でね、国会議員が、そう取り組まないといけない問題を、地方議員の方がね、コツコツと身近なところでやられてたりするじゃないですか。ある種そのノウハウというか、その視点っていうのをね、国会に持っていってほしいなと思いました。あと構造が、その再エネ賦課金の話と全く似てますよね、これね。似てます。日本人、この庶民だけが搾取されて、それが結局外国に行っちゃうっていうね。そうそうそう。そのあたり小坂さんもね、小野寺さんもね、本当に国で、国会の場でね、そういろんなこう質疑をするっていうのはね、見たいですね。見たいです。それだとね、目立ってないんだけど、北関東から出てる伊藤淳子さんっていう人がいるんですよ。伊勢崎市の前、市議辞めて立ってる方。この方はね、やっぱ土地柄ですね、非常にこの移民問題に精通してる人なんですよ。で、彼女にまさにこの今、山田さんがおっしゃったようなね、移民にまつわる、外国人にまつわる問題、伊勢崎っていうと、群馬県、群馬県といえばもうブラジル人がたくさん入ってたりとか、いろんなこの外国人のがたくさん住んでいて、日本人との間で、いろいろな問題が起きている、そこの最前線に立っていた方なんで、非常に話をしてみると非常によくいろんなことをご存知と、いうことなんですね。ですから、北関東ブロックからもね、なんとか伊藤さんに入ってもらって、そして、この移民問題ね、やっぱり日本保守党の重点政策の一つが移民をどうするかということですよね。で、日本保守党は、安い単価で働くだけの、外国人の、この、日本への移民、実質移民に対しては、
ものすごい反対してるわけですよ。まあ高付加価値、高高い技術を持ち、かつ日本の文化に馴染める人であれば歓迎するけれども、自分たちの宗教に固まって日本人と交われないとか、まあいろんな問題があるわけですけど、こういう人たちを入れることについては日本の文化とか社会に対する影響もありますから、やはりこれには反対すると。まあ、はっきり街頭演説でも話してるわけですよね。といったところでね、はい、まあその5議席取る可能性もあるとね、今報じられて、とはいえまあ蓋を開けてみないとね、これは分かりませんので、平井さんもこれからどうですか、気を抜かずにずっとこう応援を続けていくわけですね、おそらく。そうですね、はい、一応ですね、土曜日まで、フルに予定がありますので、またあちらこちらに行ってですね、まあ私はまあ経済安保ということで、はい、まあまあ、最近お話をしてるのが、まあここでね、ウィルではもうずいぶん前に話をしてますけど、その岸田政権の日本企業売りの問題、これがまあイトーヨーカドーというかセブン&アイホールディングスで出てきたんで、そういった問題これから出てくるからこれ止めましょうとかですね、それからまあこれも山根さんと北海道にまで行ったわけですけど、再エネの問題ですよね。このもう完全に利権化されて環境にいいという美名のもとにですね、実は投資目的で我々の自然環境を破壊したり、風車で健康被害を起こしながら一部の人間が儲けてると、まあこういったものに対してもっともっと実態を明らかにしてね、行く必要があるし、今までのその世襲で家業で、出てきて利権絡みの人たちではですね、これは解決できませんよ。で今このメディアが報じるところでは、これ与党、公明党と自民党足しても過半数割れする可能性があるとね、報じられていて、そしたらこう例えば国民民主とか維新とか、その連立の組み直しとかもね、この政界再編みたいなのがね、またこう起こるかもしれないという中で、ある種この新しい風をね、日本保守党ね、そうですね、まあ期待しているところはあるわけですか。はい、はい、まあそういう意味では今ね、公明党の名前が出たわけですけども、はい、まあ、埼玉14区ですか、14区です ね、なんか国民民主の方と結構競ってるっていうふうに聞いてますね、公明党がね。石井圭一さんですからね、この前山口さんにね代わってトップになったばっかりなのに、だけどこのジャイアントキリングはね起こしてほしいですよね。そうなんですよ、日本首都もその減税をね、掲げてるじゃないですか、で、国民民主もこの手取りを増やせと言って、でその若者にね、10代20代からね、すごい絶大なその SNS 戦略みたいなのも相まってね、支持を得てるらしいんですけど、やっぱり結局やっぱその身近なところでね、やっぱ庶民の生活を大事に、何でしょうね、庶民の生活をねこう優先して優先した政策をね掲げてくれる党が今のそうトレンドなのかなというところでね。そうですね、公明党が今まで何をしてきたかって言ったらね、またその真逆をやっていたわけで、そうなんですよ、例えば今話題になってますけれども、ホテルに滞在している中国人が中国の運転免許をホテルに、滞在しているホテルを、住所にして、簡単に日本のね、免許に切り替えができると、でしかも学科試験が10科目中7科目、10問中7問正解すれば免許切り替えとかね、まあ異常とも言えるようなことが起きていて、でそれがまた中国と日本では運転も違うわけですよ。どういう、我々は左が走るけど、彼ら右が走ってるし。で、この前ですか、お酒を飲んだ中国人が時速100キロでバーっと来て、日本人のね、運転してる車に、なんていうか、激突してですね、乗っていた日本人が死んでしまったと。まあ、こんなような事件も起きてるわけですけれども、これも簡単に免許を出したりするからなんですね。で、こういった政策を進めているのが公明党じゃないですか。で、そういった政策に賛同する人は公明党に入れればいいけれども、こういった政策はおかしいと思う有権者は、やはり小選挙区では、別の党に入れるということになりますよね。で、しかもですね、けしからんのはですね、自民党が、埼玉14区で、党員にですね、比例を公明党とかけと、
いうことを言ってると聞くところによるとあるわけですよ。ね、まあまあ連立相手ですからね。でもね、心あるね、自民党の保守のね、岩盤保守の党員の人に呼びかけたいけれども、党がそう言うとるからといって、ね、中国人が10問中7問できて、しまえば、ホテルに滞在してればね、免許を出すような政策をしてる党に、比例であなた方書くんですかと。私は問いたい。で、それに対してね、どうせ横に立って誰か見てるわけじゃないんだから。自分の両親の、に従ってですね、まあ、2枚目の投票先を書いてほしいし、はい、うん、私個人から言えば、公明党ではなくて、日本保守党と書いてほしいなと思っております。はい。はい、すいません。第3選挙シーズンになると、非常にこうテンションが上がってくる。上がってますね、やっぱり、ね。上がってますね。非常にこう、何でしょう。平井さんの笑顔がまた見れて非常に嬉しい限りです。といったところでね、はい、引き続き、はい、まだね、この選挙戦続いておりまして、はい、お体にはね、くれぐれもお気をつけて、はい、ありがとうございます。十分寝ていただければと思います。はい、はい。